皆さんこんにちは、みずきあのメイク動画です。イエーイ、今日はなんか最近また声低くなったくない？なんかショック。もっと可愛い、もっと可愛い声出したいはい、やっていきましょう。と今日はヘアアレンジをしたいと思います。主にこういう系のちょっとハーフアップな可愛い冬にも使えるヘアアレンジをしていこうと思います。それではどうぞ。はい、それでは始めていきます。まずはこの辺をくくんねんけど、まあここをちょっと可愛くするためにアイロン出して、このアイロンで、ちょっと待ってよ、まずはこう使うとこ、ここなんで、この辺をウェーブアイロン、ウェーブにしていきたいと思います。ふわっとして外に向けて、ふわっとして外に向けて、ふわっとする、こういう山なり外なんたら山なりみたいな感じでやっていきます。こんな感じでね。で、見えるところは表面だけなんで、このここのここを中心にやってもらうと、簡単にできちゃいます。中の方とかはあまりやってもどうせ見えないんで、表面を中心的にやってください。で、こんな感じで軽くウェーブっぽくこの辺できたら、表面を少し取ります。はい、ちょっとやったらちょっと失敗して、ちょっとあらわな感じになったけど、やっていきます。ここをこんな感じでちょっと少なめに取ります。この横とかは、まあ、全然置いてもらっていいんで、大事なこう触覚とやらは置いといてもらって、このままやったらなんかあのダンシングヒーローやりだしたやな。トラララッてつって、あ、ごめんなさい、ヒートテック見えてた。で、ちょっとこの辺を整えながら、よいしょ、もうちょっとこの辺欲しいんで、少し取って、少し取って、はい、よいしょよいしょ、ここで一旦くくります。ちょっと緩めに離してくくります。よいしょ。で、緩めに離してくくったら、このこんにゃくがしやすいんで、ここ輪っか開けて、ここに髪の毛を入れます。こんな感じで入れて、で、ちょっとキュッとして、で、あとはここを少し調節します。で、ちょっとさっきみたいに巻いてたから、結構こうやって出しやすい、綺麗に出せると思うから、こんな風にファファッと出してください。あ、出しすぎた。出しすぎた。で、ちょっとなんかこの辺とかボワってなってるけど、また後で修正するんで大丈夫です。とりあえずちょっと緩く。よいしょ。まあ、こんな感じでやってもらって、で、こんな風にできたら、次はここを取ります。この辺の横の毛を取って、三つ編みをします。で、三つ編みをするときに、この後ろに引っ張るように、こうやって引っ張るようにやってください。この最初が重要で、あとはもう全然普通にやりやすいように三つ編みしてもらったら大丈夫です。で、こうやって三つ編みできたら、ゴムで留めて、こう向きに三つ編みを緩めていきます。ちょっとボリューム出すために、こんな風に端っことかを引っ張って、うん、こんな感じで緩めて、このここに引っつけます。まあ、まだちょっととりあえず置いときます。で、こっちも同じように作っていきます。で、こんな風にできたら、こことここを合わせるねんけど、こうやってこのライン上に一緒にこう持ってきて、説明下手やな、ごめんな。で、このクルリンパと一緒にまとめます。
よいしょよいしょ、くるりんぱと一緒にこんなんなってんね今で、ここでくくります。はい、ちょっとくるりんぱがあらわになってきてるところは今からちょっと整えながらピン止めで止めて調節します。で、ちょっとこの辺ボコボコなってるけど大丈夫です。あとはこの後ろで団子をします。くるくるっと巻いてぐるっとこんな風にゴムで止めます。で、ちょっとこういうピヨンってなってるところとかも整えていきます。んで、こういう端っこに金色のこういうピン止めを留めて、これすごいな、これすごいな、こんな感じでちょっとアクセサリーとかつけて、見えてるかな、これで完成なんですけど、あとはこういう横をちょっとウェーブっぽく、で、この辺もちょっと巻けてないところは軽く巻いて、はい、これで完成です。はい、今日はこんな感じにハーフアップのアレンジをしてみました。まあ、ここの量がちょっと多かったから、この横もボワンって感じになってんねんけど、もっと少なくしたりしてもまた形が変わって可愛くなるんで、後ろでちょっとお団子したりして、で、ここにピン止めとか留めたりして可愛く、みんなもこんな風にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。